前回のあらすじ。第15回放送のゲストは星木聖奈さんと日野原あゆみさん。3人が火花を散らしてギャングビーストやトリッキータワーでメダルの奪い合いをしていたんですか？いけませんいけません、ここは楽しいテーマパーク、また仲良くしなくちゃね。それでは矢野ひなきのゲームザひなランド開演です。はい、皆さんこんばんは、矢野ひなきです。ということで始まりました、矢野ひなきのゲームザひなランド第16回目の放送です。今回は生放送ではなく収録放送になります。なのでね、コメントに触れられないんですが、皆さんその辺はすまんぼということで、はい。でも収録放送ってまあね、いつも生放送で配信してるんでなかなかないというか初めてなんですけど、なんかすごいモニターが今日少なくてシンプルにね、なんか寂しいですね。なんか次はきっと生放送に戻ると思うんで、その時はまたコメントよろしくお願いします。あ、今回もコメントよろしくお願いします。というわけで、前回の放送は星木聖奈ちゃんと、日野原あゆみちゃんが遊びに来てくれて、ナレーションなんかね、変なねナレーションにあった通り、ギャングビーストやトリッキータワー、それからトマトマトで対決しました。そしてそして今日のゲストは熊田茜ちゃんです。こんばんは、熊田茜です。よろしくお願いします。お願いします。冒頭のナレーション何いや、なんか暗黒美少風にって一応ね書いてあるんですけど、はい、暗黒美少、ちょっと私の思う暗黒美少、なんか思ってたんと違う人出てきたそう来たか、出てきました、うん、なんかちょっと、はい、少々気持ち悪い人だった気持ち悪かったですか？うんうん、そういう感じかと思って。いや、来てくれてありがとう。ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しみにしてました。いや、本当嬉しい。ありがとうございます。なんか、茜ちゃんとはですね、もともと SMA に茜ちゃんもいた時期があって、はい、そうなんです。そこがこう出会いの始まりというか。実は実は。そう。なので、もともと後輩というか、なんというか。はい、もう先輩でございます。で、あとあのアサルトリリーの方でもね、はい、あの学校は違うんですけど、うん、私はお台場女学校で、茜ちゃんは、入間でにいて、でこの間のリリースクで一緒に共演したっていう、はい、そうなんです。天の尺も一緒に歌えて、あ、そう、一緒に歌ったりもしたんです。めっちゃかっこよかったんですよ、めっちゃかっこよかったです。いやいやいや、私だっていつもの曲だもんいつも歌ってる曲だもん光栄でした、歌っていただけていや、そんなね関係でございます。はい、それではですね、改めて番組の紹介をしていきますと、うん、この番組は私矢野ひなきがさまざまなゲームに挑戦し、メダル獲得を目指すゲームバラエティ番組になっています。はい、毎回番組内で3つのお題が出され、それを1つクリアするごとに1枚のメダルをゲット、合計3枚のメダル獲得を目指して、時にはゲストさんと協力、そして時には対立しながら頑張っていきます。貯めたメダルは私ゲストのともに、12月に開催しているイベントの手持ちに、持ちメダルが多いほど有利になるそうなので、頑張って獲得を目指していきたいと思います。現在の獲得枚数は、私が8枚、ゲストも8枚ということで、うん、いい感じでね、あの拮抗してます。またですね、この番組は、前半はどなたでもご視聴いただけますが、後半は会員限定放送となります、うん、ですので会員登録をよろしくお願いいたします。会費は月額550円です。そして今回は対立会ということで、茜ちゃんが獲得したメダルは2人のサインを入れて抽選でプレゼントいたします。番組 X で、応募方法を告知したりもしますので、ぜひフォローもよろしくお願いします。ハッシュタグはひらがなでひなランドです。ということで早速本日のメダル獲得ミッションを確認しようと思うんですけど、はい、今回はね、さっき言った通り対立会となります。はい、今日はですね、スタッフ一押しのボードゲーム祭りらしいです。楽しみ。はい、というわけでそんなボードゲーム界のメダル獲得ミッションはこちら。1、ゴキブリデュエル、2、コネクト4で勝利する、あ、ゴキブリデュエルで勝利する、2、コネクト4で勝利する、はい、3、クラスクで勝利する
です。もう見事に勝利するが並んでるんですけど、はい、それぞれ説明していきますと、まず丸1のゴキブリデュエル、うん、まあゴキブリあもうねセットされてるんですけど、ゴキブリってついてるんですが読み合いのゲームだそうです、うんうんうん、そして丸2のコネクト4はコインを使った立体的な五目並べっていうイメージをしてもらえればいいと思います、うんうん、まあ、人によっては海外ドラマとか映画で見たことあるよって方もいるかもしれないです、うん、私たちはちなみに全然知りませんでした初めて見ました初めて見ました。そして丸3クラスクは、磁石を使ったエアホッケーに近いゲームです、うん、なんと、うん、世界大会も開かれてるぐらい人気ゲームらしいです、うん、はい、というわけで今日はねこの3つのボードゲームで遊んでいくんですが、はい、あかねちゃんゲームとかする？あ、すごいゲーマーってわけじゃないんですけど、うん、もう一時期すごいハマってたゲームがーあの転がり魂転がり魂知ってますか？PSP かな、塊魂だ。あ、なんか聞いたことある。塊魂でてて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 てずっちゃっちゃっ長いこうなんか吸収していくんですよ、はい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 、で大きい塊にしていくっていうのがすっごい好きでした。あ、なんかいろいろ吸収していくからちょっと気持ちいいみたいな感じ。あ、そうですそうです、はいはいはい、世界を征服した気になるそういう理由なんだ。そう、気持ちいいんですよでも塊魂はやったことないな。おすすめです。どんなゲームされるんですか普段？私割と RPG とか結構一人で黙々とやるゲームが割と好きだったり、まあ、スプラトゥーンも、あ、スプラトゥーンはまあ対人なんだけど、はい、あれは結構唯一こうやり込んだというか。スプラトゥーンってなんか難しいらしいですよね。難しい。なんかこう普通の FPS ってこうジャイロというかこう実際に動かして視点操作しないから、はいはいはい、なんか特殊というか。やってみたい、うん、おスイッチは持ってる？妹が持ってて使ったことはないです。貸してくれる？くれます。あ、じゃあじゃあ今度やってみる。やってみます。お、やった。ちなみにボードゲームとかは？ボードゲーム、人生ゲームぐらいしかないですね。あ、はいはいはい。じゃあ結構今回ほぼ初めて、はい、初挑戦です。じゃあそんな感じで2人で楽しんでいきたいと思います。ではでは、まずはゴキブリデュエルで遊んでいきたいと思います。はーい、ゲームの紹介していきます。お願いします。ゴキブリデュエル、騙し屋と予想屋の役割を交互に交換しながら進める2人用の駆け引きゲームです。ゲームボード中央に4つのゴキブリコマを置いてゲームスタート。騙し屋のプレイヤーがタイルを取り、任意の順番でゲームボードの自分の側の端に伏せておきます。4つのコマのうち3つには丸、一つには×が書かれています。予想屋は騙し屋が置いたタイルを1枚ずつめくるのですが、×のタイルをめくってしまったら即手番終了。丸をめくったらその列のゴキブリコマを自分の方に一歩進めることができます。しかし×をめくってしまうと、まだめくられていない列のゴキブリコマを相手側に一歩進ませなければなりません。なお、×の列のゴキブリコマは移動しません逆になってるそういうことです、そして1個でもゴキブリコマを自分のゲームボードの端まで到達させたプレイヤーの勝ちです。しんどゲームが進んでいくと、自分の方に進んでいるゴキブリコマをより進める配置にするか、うんうん、相手側に進んでいるコマを戻すよう配置するか悩むところが面白い、シンプルながら深い駆け引きが見どころです、うん、というゲームです。もう頭脳戦、うん、大丈夫？分かった？あの、間違えてそうだったけど任してください大丈夫かなまあまあそんな感じで駆け引きのゲームということで早速遊んでいきたいと思います、はい、じゃあその先行後攻をね決めるじゃんけんをまずはしていきたいと思います、はい、じゃあ最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょい、あいこでしょい、勝った。どっちを選ぶ？先に行きます。はい、じゃあまず先行がどっちだ？騙し屋。騙し屋。
な名称が騙し屋ですよね。騙し屋で私が予想屋です。なんで見ないようにしておきます。はい、撮っておきます。じゃあ皆さんにも見えないように並べますね。はいはいはい。すごい。はい、並べました。はい、じゃあ目開けて。はい。これで選んでいきます。最初にバツ引いたらちょっと笑うよな。ここ。あ。さすがにね、これを自分の方にやるんだよね。はいはい、ほうほうほう、ね、最初は分かんないよな、実際全然分かんないですね。じゃあ、ここ おーいいよ。うん、こっち。おーえー強っ強っ。で、これが×と×。おーまさかこうなったら動かないってことか。ここからね。すごい強いぞ。めっちゃ強い。じゃあ次は私が並べると。じゃあ私は目つぶってます。騙し屋と。へえー、なんだっけ、何がどうなんだっけじゃあ私はじゃあ一応見せとこうかな。こんな丸してるかな。はい、これでどうぞ。へえー、これ。ああ。まあ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 まだね。まあまあまあ、まあ、序盤ですから。すごい悩む。これ。早いよ。ここが丸だったので、私の方にここが進むと。結構早くない？結構早い。やばいやばいやばい。正直早い。やばいやばい。はい、ってことはですよ、こっから割と頭脳性になってきますよね。こっからだよね。バツを置くと相手の方に行かないっていうことですね。はいはいはい。バツを置くと相手の方に行かない。だからもうそこ最初に行くの怖いよな。ここ。てれん。おー。わー、リー。あー。ここ。めっちゃ強いですよ。いいよ。私これしかないのに。いや、わかんないよ。急にこっち行くかもしれない。確かに。やるかもしれないですもんね。わかんないわかんない。まだわかんない。まだわかんない。じゃあ、こっち。で、バツ。バツ。おー、強いぞ。ちょっとこれは頑張らないといけない。ここ大事ですよね、私はね。ここ大事ですね。だから、バツを引いちゃうと私は進めないから。ここにすると、あっちには行かないけど、こうなる。なるほどね。待って。ああ。なんか難しいっすね。頭脳戦だってことだけ分かってて、別に頭脳が動いてない。そうかな。ちょっと待って。こうしてみよう。だから。はい、できた。はい。めっちゃ見つめられたけど。だから。ひなきさんからしたら。うん、ここはあんまり動かされたくないですよね。あ、ちょっとアタスに近いかな。まあまあまあ、アタスに近いかな。それはそう。なんか横から見えないのかな。ずるしようとしてます。これねえ、まあ、勝負ついちゃった。はい、こうなので、こうだね。あ、そっか。やばい。そっかそっか。自分の方に寄せたいからここを丸にするんだ。あ、もう分かりましたよ。いや、でも実際私はここを×にしてもよかったのよ。ここにしたらこっちに戻ることがないから。はい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 、×の方がいいんだけど、多分ここは予想せちゃうなと思って一応外した。あー、ちょっと難しいですね。
駆け引き苦手すごい分かりやすいかもしれない。はい、今から本番せっかく勝ったのに私おい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 せっかくメダル獲得できたかなって思ったのに、ルルなんだよだんだんゲスト側に寄ってきてんだよなひなきさんの番組がまあまあまあ、まあ、サクッとサクッと終わるはずですからね。じゃあここから本番ということで、はい、2勝した方が勝ち、2勝した方が勝ち、一応、一応、あー、はいはいはい。じゃあ、どうする、先攻、後攻、選ぶ。後攻にしてみます。なんとなく分かりました。あんまり、あまりにも熱戦だったら、うん、これがもう本番で、あまりにも熱戦だったら本番で OK です、はい、あー、じゃあ、ここはね、正直何でもいいんでこんな感じで、はい、どうぞ、はい、最初はね、もう最初はね、あんま分かんないから、じゃあ、ここもう本当になんで結構適当に並べたんだけどいや私だって今のは適当に当てました、うんうん、逆に引きが強いんですかね、うん、逆にね、逆に、そんなことあります、そんなことある、そんなことあります、そうだ、なんでわかんない、じゃあ次ちょっと皆さんにも見せてみますか、急に私も一発目からじゃあこう並んでます、皆さん見てくださいね、罰にするかもね、で裏返しますので、はいはい、じゃあここ、おお、じゃあ端っこ、おお、これただの運ですよ、うん、じゃあこれ、おお、さすがにね、さすがにさすがにさすがに、で丸なんで、なのでこれがこっち、こっちに動きます、なるほどなるほど、いいですよ、なんかまあまあまあ、ゴキちゃんがねちゃんと動こうとしてる、うん、まあこうなったらこういうことしとこうかなね、頭脳戦になってきてますねきっと、そろそろね、そろそろですよね、はいはいはい、じゃあどうぞ、はいはい、すごい考えてますよ、すごい考えてる顔してよ、頑張れ、熊田茜うん、これお、あ、いいよ、進んできてる、来てるよ、いいよ、そんで、そんでこれ、おお、端から攻める作戦、いいよ、あ、いいよ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 、てめえ罰だったら、ここが罰だったら、うん、進んじゃうんですよね、進まないか、ない、でもここかな、おお、おお、いいよ、いいですよ、でここが罰と、はあ、そう、ちょっと素直にしてみた、はいはい、いい勝負ですね、いいね、いい勝負ですね、はい、ありがとうございます、うん、そうですね、結構戻ったね私はね、だからだから、うん、ここ考えどこだよね、考えどこですよね、うん、はいはい、まずはここそうするとここはい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 、まあここだよねきっとね、うん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 、こっちを茜ちゃんが丸にすると進むって思っててじゃあこっちか、おお、ちゃんと読めてるね、ちゃんと読めてますねはい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 、なるほどなるほど、いいよ、ちゃんと試合になってる、試合になってますねだからまあこうしてみますかね、はい、どうぞこのここ、ここ、はい、はい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 、ここ、まあ、そうなりますよね待って
ここが丸なのでここが進みますと。なんか今今回の配置の理由はなんかここにするとなんかまあ簡単かなと思って、真ん中はまあ駒が一緒だったから選びやすいと思って言われました。怖っ。さっき素直にしたから素直にしない方にした。うわ今海外映画だった私死にかけてる。ちょっと待って、ってことはだからかねちゃん目線はあそこに置きたいでしょ。なんで泳がれてるもん。ちょっと待って、だからいやってこうしてみようかな。すごい静か。はいはい、ここわかんないわ結構。あそれか。ここここからだよね。こっち。おお。結局一緒だったから丸×だとしても結局ボットボンだったし、今不利なのに勝った気持ち。確かに、ここは確かに大事な場面だった。ここ大事な場面でした。行ってもよかったな、勝負に出てもよかったな。ここは正直何でもいいかも私は。そうですよね、これはもう運ゲーになってきますね。運ゲーかも。こうです。はい、どうぞ。これおー普通はここを選ぶと思うんですけど、さっき読まれたからここおー、はいはい、おーってことはここおお、すごいすごい、いい感じ、冴えてる。冴えてますね。めっちゃいい勝負してる。急に長い。すぐ終わるって言ったのに。ってことはですよ。何こうしよう。はいはい。ここ。ほう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 。こっち行くかな。こっち。おお。そこ。どっちかな。じゃあこっち。でれん。はい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 。はいはいはい。まあまあまあ。で、ここに。はいはい。はいはいはい。はい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 。はい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 。はいはいはい。そうすると。これ面白いな。私は。分かってきました、ルールが。分かってきた。ことは。たまにはこうしますかね。たまにはね、たまには。はい、どうぞ。たまにはってことは、ここは丸にしてあるんじゃないかな。ここでいい？はい。ね、たまには。そう、たまにはね。たまにはね。たまにはこうしちゃうんですよね。たまにはこうしちゃいますよね。はい。こういうことですね。Oh my god。ちょっと待って。待って、これ私命かかってるじゃん。結構かかってる。どうしよう。
確かに先にやる確かにどっちかしか守れないもんな。え、怖い。ちゃんと待っちゃう。うわあ、こうします。え、合ってる？見えてない。わかんない。はい、いい。はい、だからとりあえずここ。そうですね、そうですよね、うんうんうん、そうですよね。そこに1体できたのでもうあと選ぶだけかな。そっちか。変に×選ぶよりはいいので、じゃあこっち。おー、うせいだ。だからこうだね。はあ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 、はい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 、まあまあ瀕死ですけどね私。まあでも結構一匹進んでるから、一匹この子だけね、うん、来てくれてる。うわ、だからだからこうするでいくかな。はーい、どうぞ。ってことはもう分かんなくなってきたんだ。ここ。はい、分かんなくなっちゃうんだよ。到達しました。というわけで、私の完全勝利ということで、メダル1枚ゲットでーす。嬉しい。なんか3日未満これの戦略を練りたい。あー、悔しいもんだ。本当はここを待つにする方がいいんだろうけどね、進んじゃうから。なるほどな。あー、そういうことですね、うん、この人は瞬時に考えられないんだよ。すごい単純な脳ということが分かった。その通り。白熱した、 白熱した。ということで、ここからは休憩を挟んで限定会員限定放送となります。会員登録は運営コメントやチャンネルページからできますのでよろしくお願いします。次回の放送は7月の10日を予定しています。改めて番組公式 X でお知らせいたしますので、ぜひフォローもよろしくお願いいたします。ではでは、告知何かありますか？あります。お、テレビアニメ転生したら第7王子だったので気ままに魔術を極めます、エンディング主題歌ハッピーの秘訣が発売中です。ひなきさんがもらってくれました。いただきました。しかもサイン書いてくれたの。書かせていただきました。かわいい。ありがとうございます。こちら MV も出ておりますので、うん、よかったらぜひ見てください。お願いします。お願いします。ではでは、私からの告知です。現在放置を現在放送中のアニメ日曜アニメーション2が毎週金曜日21時54分から、そして変人のサラダボールが毎週木曜日の26時28分から放送中です。ぜひご覧ください。そしてそして7月から放送のアニメもございます。まずは、7月の5日26時23分から放送のこの世界は不完全すぎるにてニコラ役を演じさせていただいております。ぜひこちらもご覧ください。そして7月の6日土曜日23時30分から放送開始の、逃げ上手の若君にて雫役を演じさせていただいております。ぜひぜひ4作品ともご覧いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。さて、後半戦はコネクト4、そして、クラスクというゲームで遊んでいきたいと思いますので引き続きご視聴よろしくお願いいたしま す。ここからは会員限定放送となりますが、冒頭の数分はチラ見せ放送もありますので楽しそうだったらチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは休憩後にお会いしましょう。また後でーす。バイバーイ。